屋から見えるね朝の景色をねご覧いただこうかと思います。行きます。シュッ。で、どれだ。こっちか。おお。すげえ。最高じゃないですかこれ。気持ちいい。朝7時になったらね、1階に行って、朝食をね、バイキングらしいんですけど、食べていきたいなというふうに思います。もう和洋折衷と関係なくね、食べたいものを詰め込んだ朝食がめちゃくちゃ豪華です。あちらに見えるのがね、松山城です。次はね、まあ、次泊まる、今のアパホテルをチェックアウトして、次泊まる、ホテル梶原に、ね、チェックインして、チェックインで物を、ね、預けて、道後温泉の方に電車で向かいたいというふうに思います。スターバックスがあるみたいですね。お店が何も開いてない。何もじゃないですけど全然開いてない。まだね9時、10時前ですからね。にね、アスカの湯と椿の湯がねあるようですね。道後温泉本館ですね。ここね、もうめちゃくちゃ気持ちよかったです。ぜひね、もうみんなに行ってほしいですね。1400年以上前のね、596年ぐらいからこう歴史のあるね、歴史の長い温泉ということでね、なんか昔ながらのなんか居心地のいいね温泉という感じでした。次はね、道後温泉の裏側にある空の散歩道っていうね、足湯に入っていきたいというふうに思います。足湯をしながら、あいにくに道後温泉本館はね、ちょっと改修工事みたいな、改築工事みたいなのしてるんでね、外観をきれいに見ることはできないんですけど、こんな感じになってます。思ったよりね、小さいっていうのがね、道後温泉本館を見ての感想ですかね。中の浴場自体、温泉自体も結構こじんまりとした感じで、名前だけはやっぱすごい有名なんで、ね、ものすごいでかいもんなのかなと思ったら、まあそんなことなくて、よくある温泉っていう広さでした。ただね、居心地とかすごい良かったし、気持ちよかったです。はい、ということでね、ここが海に、元海に一番近い駅っていうね、下灘駅になります。
特に、ね、周りに何か施設があるわけじゃないんで、本当にこれをね撮影しに来るために寄るみたいなとこなんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですよ。あいにくね天気が良くないんですけど、こういう感じで、今のシートベルトも何もない状態で揺られていってるのでめちゃくちゃ怖い。はい、ということでね、今チェックインしたんですけど、ホテル梶原さんのね306号室の、ルームツアーしたいなというふうに思います。あ、この味結構めちゃくちゃ綺麗ですね。まずいい感じ。こちらに始まり、ボタニカルシャンプー結構良さそうなやつがあって、はい、こっちか。ベッド、まあ、昨日のアパホテルはね、ちょっとツインルベッドみたいな、ダブルベッドみたいになっちゃったんで、もうちょっと部屋も大きかったんですけど、外からの景色もまあいいっすね、悪くない。で、インスタントコーヒーと、あとお茶、あ、いいですね。よし、完璧だと思います。はい、じゃあ恒例のねやつやっちゃいますか。いいぐらいの硬さでした。まあこのぐらい硬くてもまあ寝れるでしょ。ということで、ね、とりあえずねちょっと休みたいなと思います。なんかねここね宿泊する人は一人一杯、ね、ウェルカムドリンクって言って一杯ね自由に何でも飲むものを持ってもらって部屋に持ってっていいよってことなんで、カフェモカいただきます。新しいねホテルなんかな74年くらいね、歴史のある、ところらしくて素晴らしいです。でもすごい内装が綺麗なんで、ね、多分いろいろ変えたりはしてると思うんですけど素晴らしいですね。で最終日の、ね、夕食もね昨日の味が忘れられないので、また昨日と同じねお店に行こうかなというふうに思います。それは行きましょう。ショーズライフ、ジャル